今日もよろしくお願いします。準備運動はこんなもんかな。準備運動しないと海ちゃんに怒られちゃうからね。一緒にストレッチもしとこっか。せーの。背中が伸びると気持ちいい。今日はね、棒高跳びに挑戦してみようと思うんだ。え？無理じゃないかって？そんなことないよ。無理だと思ってたらいつまでもできるようにならないもん。それにあなたが応援してくれるならどんどん高く空だって飛べちゃいそうな気持ちだよ。ほのかのことちゃんと応援してね。高坂ほのか、いきまーす。困り顔がかわいい。急に何を言うんですか。恥ずかしくてあなたの顔が見れません。まだまだ頑張れますよね。遊園地って楽しいですね。小鳥はもう一回メリーゴーランドになりたいな。次は小鳥が馬車に乗るから、あなたはあそこにいるかっこいいお馬さんに乗ってほしいな。あれ、もしかしてもうメリーゴーランドに飽きちゃいました？それならよかったです。小鳥、馬車からずっとあなたのことを見てるから、あなたも小鳥のことを見ててくださいね。はあ、楽しかったですね。メリーゴーランドにたくさん乗れて小鳥は大満足です。あなたも楽しんでくれましたか？あ、そうだ、最後の大事なイベントを忘れてました。ちょっと待っててくださいね。お待たせしました、ハッピーハロウィン、小鳥魔女さんですよ。小鳥はお菓子をくれなくてもいたずらしません。その代わりに大好きっていう気持ちをいっぱいあげちゃいます。弓道部とスクールアイドルとの両立は大変ですが充実しています。小鳥がいつの日か叶えたいこと？そうだな、本当はね、叶えたい夢があったんです。今もその気持ちがなくなったわけじゃないけど、少し気持ちが変わってきたみたい。小鳥はお洋服をデザインするのが好きだから、いつの日か小鳥デザインのお洋服でファッションショーできたらいいなって思ってたんだ。でも今はミューズのみんながいないと寂しいなって思っちゃう。みんながいないファッションショーだったら今はやらなくてもいいかなって。ミューズのみんなと一緒にステージに上がることが今の小鳥にとって一番幸せなことだから。それにステージに上がるときは小鳥が作った衣装をみんなが着てくれるしだからとっても幸せだから、今
いつの日か叶えたいことはありません。ちゃんとした答えになってない？じゃあ当分答えは保留でお願いします。読んでみたいストーリーを選んでください。今日の衣装はメイドさんなんですけど、ことにメイド服にはとってもこだわりがあるの。小鳥が作るメイド服はこのフリルが命なんです。均等にふんわりするように慎重にギャザーを寄せていくの。あとはもったいないなって布地を減らしてもダメなんですよ。そしてそして小鳥がこだわっているのは見た目だけじゃありません。メイド服はもともと家のお仕事をするときの服だから、できるだけ動きやすいようにしているんです。こだわりにこだわり抜いた小鳥のメイド服、じーっくり見てくださいね。前だけじゃなくて後ろも頑張って綺麗に仕上げてるの。今から小鳥がくるくるって回りますから、背中の方までちゃんと見てくださいね。では行きます。くるくるくる、もう一回回りますね。くるくるくる、うん、あれちょっと目が回っちゃったみたい。ごめんなさい。少しだけあなたの腕をお借りしてもいいですか？小鳥ちょっとドキドキしちゃいました。弓道部とスクールアイドルとの両立は大変ですが、充実しています。今日はね、近所のお姉さんの結婚式にお呼ばれしてるんだ。お姉さんの花嫁姿、考えるだけでドキドキしちゃう。それでね、白はお嫁さんの色だから、小鳥はカラードレスにしました。お嫁さんってとっても綺麗だよね。真っ白なウェディングドレスはダイヤモンドみたいにキラキラしてるなって思うんだ。小鳥がお嫁さんになるときはどんなドレスを着るのかな。あ、でもせっかくだから私はお店で選ぶより自分でデザインしたいかも。王道のふんわりドレスは絶対外せないし、マーメイドラインのシンプルなドレスも着たいし、お色直しは水色のドレスがいいかな。それともピンク？エメラルドグリーンもいいかも。迷っちゃう。あ、いけない、結婚式に遅れちゃう。それじゃあまたね。今度小鳥ドレスの案ができたら見てください。どんなドレスにするか一緒に考えましょう。ずいぶん寒い、風には注意してください。あ、スズメさんだ。スズメさんって冬はモコモコですごく可愛いんですよね。スズメさんみたいに冬の羽が生えたらふっくらふわふわってなっていいのにな。小鳥はどうやったら冬を暖かく過ごせるかなって考えるのが好きなんです。寒い日が増えてきましたけど、あなたは風邪をひいたりしてませんか？え、喉が痛い？へー、大変。そのまま放っておいたら風邪をひいちゃいますよ。
じゃあ小鳥が冬の寒さに負けない過ごし方を教えてあげるね。まずは暖かい格好をします。マフラーとか手袋は今の季節しかできないおしゃれだから可愛いのをつけてね。それからお家に帰ったらよーく手を洗ってうがいをしてください。風邪の菌さんとちゃんとさよならしないとダメですよ。あとはお部屋の加湿もおすすめ。加湿器がなかったらコップにお水を入れたり濡れタオルをかけておくだけでも喉が楽になりますよ。これが小鳥の冬の過ごし方です。元気になったらまた一緒にお出かけしましょうね。読んでみたいストーリーを選んでください。小さな奇跡はどうしたら起こるかですか？小さな奇跡を呼ぶコツはね、奇跡さんを呼ぶ下準備にあると思います。何もしないで奇跡起こらないかなって待っていても特に何も起こらないと思うの。例えば私たちが楽しいステージになるといいなって思ってるだけじゃ楽しいステージにはならないでしょ。ステージで映える衣装を準備してみんなで歌の練習をして踊りの練習をして奇跡さんこっちですよこっちですよって呼んであげるの。そうしたら奇跡さんがあっちで頑張っている子がいるな、ちょっと奇跡を起こしてあげようってなるんじゃないかなって思ってるんだ。これがミューズっていう奇跡の中にいる小鳥の意見です。もっともっと奇跡がいっぱい起きるようにこれからも一緒にいっぱい頑張ろうね。ほのかの家は和菓子屋なのですが、そこのおまんじゅうが絶品。小鳥はお菓子を作ったり衣装を作ったりすることが好きなんだけど、あなたはもう知ってるかな。そうだよね。それならもっと他の小鳥も教えてあげたいな。だから今日はまだみんなには教えていない小鳥とあなただけの秘密を教えちゃいます。実はね、小鳥ふわふわしたものを触るのが好きなんです。あれあれあれ、なんで驚かないの？全然意外じゃなかった？絶対びっくりすると思ったのに。あのね、音の木坂にはアルパカさんがいるでしょ。私最近少し仲良くなったんです。ギューってするとふわふわふわー、もふもふもふってしててとっても気持ちいいの。だからふわふわが大好きなんです。たまに顔を舐められちゃうこともあるけど、でもあのザラザラした感じにも最近は慣れてきたかな。これが今日の小鳥の秘密でした。小鳥とあなただけの内緒ですよ。読んでみたいストーリーを選んでください。はい、小鳥は甘いケーキとかキャンディーとか大好きなの。よくお菓子を作ったり食べたりしてるから
あなたも知ってるかもしれないですね。でもね、小鳥はフルーツも大好きなんです。新鮮な果物を食べると果汁が体の中に入っていく感じがしてとっても気持ちいいんだ。お肌とかにも良さそうだから、みんなでお昼を食べるときに持っていくこともありますよ。ミューズのみんなはとーっても可愛いから、果物を食べてもっともっと可愛くお肌スベスベになったらいいなって思ってるんだ。果物を食べるときのポイントは他のお菓子を食べないことです。甘いお菓子を食べた後に果物を食べちゃうと甘みを最大限に感じられないから、せっかくだから一番美味しい食べ方がいいですよね。はぁ、果物とお菓子のことを考えてたら食べたくなってきちゃった。小鳥、この後はあなたと一緒にスイーツバイキングに行きたいです。ほのかの家は和菓子屋なのですが、そこのおまんじゅうが絶品なんです。あれ、あらあら、もうどこに行っちゃったのかな。あ、見つけちゃいました。よかった、今日じゃなくちゃダメだったから。小鳥、今日はあなたにバレンタインデーのチョコを作ってきたの。口の中でとろってとろけて、ほっぺがふわってしちゃう生チョコです。え、手作りは大変じゃないかって。全然そんなことないです。大切な人のことを考えながらチョコを作ってる時間ってとってもとっても幸せな時間なの。来年も小鳥のそばにいてくださいね。ずいぶん寒い、風には注意してくださいね。今日の小鳥は保健委員さんですよ。痛いところはないかな。痛いところは小鳥が痛いの痛いの飛んでけってしてあげますからね。ない？そっか、じゃあおまじないしておきます。痛いの痛いの、これからも来ませんように。それから今日は身体測定もしますよ。そこに背中をつけてまっすぐ立ってくださいね。わあ、前よりも1センチ大きくなったみたい。元気な証拠ですね。あなたが元気でニコニコだと小鳥も元気でニコニコになります。困ったことがあったらいつでも小鳥に相談してね。弓道部とスクールアイドルとの両立は大変ですが充実してい。この水着どうかな、似合ってますか。嬉しいな。この水着ね、少し小鳥流にリメイクしてみたんだ。水着だから肌の露出が多くてあなたにも見られちゃうって思うとちょっぴり恥ずかしいけど、暑い夏は思い切って肌を出した方が夏らしくて爽やかだよね。
日焼け止めはちゃんと塗っておかないとね、だよ。お家に帰ってからお風呂入った時にヒリヒリしちゃうから。あとね、プールで使おうと思ってアルパカのビーチボールを持ってきたの。ほら、かわいいでしょ。これであなたと一緒に遊びたいなって。プールから出た後はかき氷食べようね。それからそれから、帰り道におすすめのカフェがあるの。一緒に行こうね。うん、楽しみ。ほのかの家は和菓子屋なのですが、そこのおまんじゅうが絶品な。動物園で一緒にアルパカを見たいな。アルパカって可愛いですよね。ふわふわもこもこ、ふわふわわ。知ってますか？アルパカってラクダの親戚なんですよ。よく見るとラクダもアルパカと同じつぶらな瞳してますよね。あのつぶらな瞳と見つめ合うと、とっても癒されるんです。読んでみたいストーリーを選んでください。ミュースのみんなやお友達、家族、小鳥の周りの人たちみんなが幸せに暮らせますようにね。私自身のために使わないのかって。小鳥は今のままで十分幸せです。だってあなたがそばにいてくれるから。でもどうしてもって言うなら、そうですね。じゃあアルパカさんとお話ししてみたいかな。ずいぶん寒い。風には注意してください。夏ですか？小鳥は、ありがおが可愛い。急に何を言うんですか。恥ずかしくて。